はい、もちろんおはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。またレッスンの動画を撮りたいんですけど、え、その前に、はい、ジムに行きたいって言ってたんで、僕もちょっと筋トレとかあんまりよくわかんないんで、せっかくなんでどんなのやってるのか見たいなと思いまして、はい、この次駅近くにあるニルズ、いつも私が通ってるジムになります。パーソナルですよね。そうです。わかりました。よろしくお願いします。トレーナーさんが待ってるんで行きましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ゆうすけさん。はい、ゆうすけです。はい、ゆうすけさんです。今日はお願いします。お願いします。お願いします。じゃあやりましょう。はい、いつもやってるやつをちょっと最初に。はい、まっすぐ肩を落とす。いつも一番後ろまで落とす。一回で前吐きながら、肩そのまま肘から引いてグー、目の前まで、でここから体倒す、倒して進む、はい、そう、せーの、はい、引く、グー、体倒す、ここから引く、グー、この時に目、目に、グー、進む。今、引く時に腕で引くっていうよりも肘を背中の後ろこっち側に引きたい。ああ、はい。で、目の前までこいつを引っ張ってあげて、引っ張ったらもうこれぐらい倒して、そんなにこれぐらい倒して、こっからこのまま肘の下に引くんだけど、この時に胸を上にグッてこう軽いイメージにしてあげると、うん、はい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 、そうそう、一番入る。そう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 、はいはいはい。で、これ早くやる必要は全くないので、ゆっくり。そうそう。で、このまんま、そうそう、こいつを、そう、肩を、そう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 。きつ。で、このまんまで、で、引っ張ってここで肘、そう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 。なんか全然さっきと違う。そう。やば。正面見せる。こっちの方が効くんですよ。そうですよね。全然。すごいきつい。使わなそうな筋肉にすごい効きそう。そう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 。で、倒して、みんなそう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 。せーの、そう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 、せーの、はい、正面、はい、正面、はい、そう、目の前まで来たら体倒して、そこから引き込んで、そう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 、はい、あと三つ、はい、せーの、はい、せーの、はい、あと二つ。正面です。はい。上向きがちでみんな。すいません。うん。まあ勝手に降りてください。は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 い。そう、体を倒して正面引き込んで、そう、オッケー、ナイス、戻って、あー、きつい。オッケー、拍手。あー。うわー。さっき、早くやる必要はないみたいなこと言ってたと思うんですけど、はい、ウェイトトレーニングで気をつけた方がいいのってどんな？一番はやっぱりフォームなんですよ。フォームなんで一番気をつけてほしいのはフォームで、ゆっくりやってゆっくり下ろすっていう動きっていうのは力をずっと入れ続けられる話になるんですけど、素早くやっちゃうと、要は一瞬だけグッてやるときに入れたいところ以外のところにも力、要は補助筋っていうその本当に効かせたい以外の部分の筋肉を使いやすくなる。確かに。そうすると例えば重たくなった時にいくらってグッて引っ張ったら引けちゃうんですけど、肩で引いたり腕で引いたりすると効かせたくないところも痛くなっちゃったりとかで、まあ力強い人は特にそれで関節痛めたりとかしちゃうんで、やっぱりゆっくり引いてゆっくり戻してあげるってやった方が筋肉自体にはちゃんと効く。ただその動きを この後今まあゆっくりやったんですけど、ゆっくりやった後 もっと軽い重さで素早くって動きをしてあげないと、今度筋肉がゆっくりの動きになれちゃうんで、そうするとパフォーマンスを出そうと思った時にはやっぱり素早い筋肉の動作が必要になってくるんで、そっかそっか。ゴルフとかでも重たい、例えばパワーつけるために重たいもの、重たい器具とか売ってるじゃないですか、はいはい、ゆっくり振るみたいな。でもそうするとスイングが遅くなっちゃうから、今度シャフトみたいなね、めちゃめちゃ軽いのを思いっきり振るみたいなスピードを出すためのトレーニングするじゃないですか、と一緒する。
パワーつけるために重たいものでゆっくりやって、スピードを落としたくないから軽いもので素早くやるってやると、そこの使ってる筋肉、いや要はスイングだと全体の動きなんですけど、筋トレも一緒で、その同じ部位の筋肉がゆっくりに対応する力強い筋肉だけじゃなくて、そのままスピードとパワーを兼ね備えて筋肉にするために、重たいゆっくりと軽い素早いっていうのは、まあやった方がいいっていうのは一緒、理屈は一緒です。今のはそのトレーニング動向の話でやってるんですけど、水谷ちゃんの場合はその元々のゴルフのスイングが出来上がってる状態でスペックを上げようって話なんで、素早くやる必要ってあまりないです。その今のは一般的な話であって、ある程度仕上がってる状態でその背中の筋肉が弱いんで、こいつを今強めなきゃいけないんで、あまり素早くやらなくても正直今は大丈夫です。なるほど、一般人じゃないし一般人ではない、まあ、いわゆる ダイエットしたいとか、ただ筋肉つけたいっていう人ではないですからね。その目的で今日来てたんですか。やり方を違う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 、じゃあ大丈夫ですよ。早いのやりますか。早いのじゃあやりましょう。早いのそしたら肩を押さえて、はい、その時は、はい、もうこの状態で作って、うん、はい、こっからもう勢いに重たい、もう戻しまえ、1、そう、もうこれもうバンバンいってください、1、そう、2、そう、はい、3、なるほど、遅い、4、そう、5、そう、6、マックス、はい、7、はい、8、9、10、 OK、 クリアで、あー、私もが、さあ、どんな感じ、イメージ、でもやっぱりね、あの背中の筋肉が多分本当に弱いから本当に弱いから、早くって言ったらもっと早くできるはずなんだ。なるほど、弱いってよく言われる、本当はね、本当は弱いって言われてるとこなんでめちゃめちゃ強くなったら、多分自分がめちゃくちゃ早く安定してできるようになったなっていう風に感じると思う、うん、これから上がっていくんで伸びしろが、伸びしろしかないヘッドスピードの割に周りと比べて距離が出ないっていうところから入ったんですよ、まず。あー、なるほど。別に身長も低いわけじゃないのになんでこんな飛ばないのっていう話から、なんかいろいろチェックされたんですよ。うん、そしたら背筋がなんか著しくなんかないよみたいな話から、さっきも言われてたもんね。そうあの早いのやった時結構フォーム乱れてましたよね。僕の個人的なイメージですけど、やっぱりスイングの時ってブッキングって力入れなきゃいけないじゃないですか、当然そのドゴルフスイングする時安定させる時入れるんですけど、だって背筋背中弱いとこうなるんですよ、こっち強すぎると。でもこれに対してこうなりすぎないように力は入ってるけど、ある程度保ちたいじゃないですか、姿勢を。そうするとって背中の筋肉も使って立ち上げたいですね、まずそのアドレスの時自体は。で今度こう入っていった時にこう行くじゃないですか、テイクバックして、でスイング下ろしていく時に腹筋でこうグッて腹斜で下に向かってこうスイングしていきたいと思うんですけど、僕は結構背中も使ってて、こっち側の筋肉で引っ張りつつこっち側の筋肉で押していくっていう2つをやりたいです僕は。縮まると同時にこっち側もこっちを伸ばしていくっていう2つの動きがこう入ってくると、僕は最大的な力が出ると思ってて、そうするとやっぱり背中の力もないと引っ張る力がなくなっちゃうんで、だから背中は必要だなと個人的には思ってます。それがちょっとゴルフ理論上正しいかどうかわかんないですけど。でも選手とかは背筋強いって言いますよね。あ、そう、まあ、やっぱ背筋って言われるよね、まあ、そう、なんでもそうだよね。これからだ。背筋が弱い、背筋が弱い堀ちゃんです。ちょっと頑張ってもらわないとダメだね。これからですね。ステック通りに生かしてほしいですね。じゃあ今は、もう本当背筋メインでしかやってない、基本的にはっていう感じ。これやって書いちゃう。いや、そんなことはないですね。全身的に。あと全身だけど、まあメインがこっちが重点的にやってるみたいな感じですね。なるほど、分かりました。せっかくなんで、視聴者さんなかなかこう
ジムとかに行けないというか、まあ、パーソナルまではって考えてる人もいると思うんですけど、なんか家でなんか気軽にできないかなみたいな、はいはい、その自分でやれる背筋を中心に鍛えられる方法を、はいはいはい、そう家で、まあ、森ちゃんがやってるやつをちょっとこの後、まあ、教えてもらおうかなと、はい、思います。次はじゃあちょっとウェイトトレーニング編はこんな感じで、じゃあいろいろありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。